はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシローカンナでございます。それではコズミックファンタジー2続きからやっていきましょう。前回、要塞、地下要塞を抜けて、ララに会うことができました。ララからペンダントを託されたので、ガラムに殴り込みに仕掛けていこうと思います。デスキャッスルってどっちなんだろう？いたわかっかな。デスキャッスルです、ここって書いてんのかな。とりあえず来たとこ。まさかさ、バン君の最初の村がデスキャッスルに変わってるとかありえるよね、でも。違ったら違ったで。いや、もうでも最終決戦マジかね。ちょっとドキドキしてきた。お腹がグーってなりました。お腹がなっちゃった。いやー、どうだ。どうなるんだろう、でも。あ、城になってる、やっぱり、バン君の故郷が。行くよ、みんな。強そうな敵。でも、防御力硬い。バン君のセーバーがいいね。120固定ダメージはめちゃめちゃいい。あ、めちゃめちゃいい武器編成できてるんじゃない？私。いいと思う。バイカーが前回のぶっ壊れ仕様っていうのがよくわかった。よくレベル上がったし、さやちゃんも上がる。まあ、そう言ったらさ、いけんじゃね？なんか、地下あるっぽいけど、いや、わかる。いや、もうこういうのまっすぐ行く、まっすぐ行く、もう正面突破や、正面突破で天界トータルや。異世界界トータルやで。なめんな。エアルって気持ち悪い。まあ、変な敵多いね、やっぱり。前回、前作みたいにさ、二段階のボスとかあるんかな？ラスボス前回二段階だったもんね。あ、めっちゃアイテムあんね。最後にもらっていきなっていうやつかな。あ、別部屋なんか。でも正面メンチ切っていったらいいんやろ。ダブル込み、そのわざわざ探索なんか。だってなんか、いい感じの装備揃ってるからぶん殴って。ぶん殴りに行きてえんだけどな。負けたら探索したらいいんじゃないかなって思う。だって、なんかそれらしい装備もらっちゃったやん。セイバーって。バグレベル上がった。あ、もう、突っ切っていく、突っ込んでいく？マジで？マジなんかそれらしいとこ来たけど。何そのログフェイス。あの、グリフォに被ってますけど、あなた。グリフォに被ってますよ、ログレーシー。お前。あー、でも火力高えな。強い方の出来やね、ラストダンジョン。ラストダンだね、本当に多分これが。だって宇宙海賊のベガは倒したから。まあ、ガラムだけやもんね、残ってる敵。おや？もう戻されたんだけど。戻されたわけではない。戻されたわけじゃない。隣のところに行って、どういうことだってばよ。どういうことだってばよ。どういうことだ、ワープ床ってこと？ワープ床ってことか？あ、そういう感じかな、もしかして。前作じゃ、スーパーボンのか。バン君持っといて。サンプルだ、バン君持っといて。チューダブーム捨て、いや、アインないし、アインはもう。アインありがとう。ワープ。ワープ。ワープさせられるってことが、これは結構時間効果でいいんかな、もしかしたら。いや、わからんよ。ありえらん話ではないよねって思って。なんかどっかの女神の試練だっけ、バン君が最初の方の試練にさ。あ、でもそんな感じだったよね。あれはただガーディアンが出てくるだけやったけど。三つの通りを行くで、発煙とは別にいいかな。諦めたいな。諦めましょう。発煙とはええですわ。確定で逃げれるってだけなんで。そうか。ちょっとエンカウント率高めなの、それもあるのかな。そうだよね。いきなり、
ボスに直行だってされたら困るか。困るか。ガラム。ガラム、来んのってなったら困るもんね。もう来んの番、お前早くねって、もうちょっと散策しなって言われそう。だからか。これ、まっすぐだったらどうすんの？で、親って言ったから多分イベントなのかな。え、でもこれ、一階だぞ。行っちゃおうかな。あ、でもガルム兵 C、C って別にそんな強くなかったかな？なんか体力高くない？あ、いけたわ。弱いわ。ごめん。ごめん、弱かったわ。あ、でも経験値低いね。え、来たとこ、あー、植え込みに阻まれています、今。植え込みが一番の敵かもしれません。植え込みに阻まれています。どうなんだろう。でも、あれ三本道だったってことは、あれ、あ、どう通ったっけ、私、あれ。ちょっと、これはね、あ、これはね、どう戻る、植え込みが邪魔。植え込み、おい、待てよー。ちょっとマップデータだけ拾わして。マップデータだけ拾わして。まさかだよー。びっくりだよー。ちょっと待ってねー。デスキャッスルのマップデータわかんねえもん。どう戻ったらいいんだろう。とりあえずでも、その、左の階段行くか。左じゃね、右か。右の階段行くか。結構マップデータ見たらさ、入り込みまくってんだけど、これどう行けばいいの？どう行けばいいんだろうね。とりあえず戻れるかどうか戻っていきましょう。最悪。あまり時間かかるようでしたら、カッチが入るけど。マップは広い。マップは広いけど、やっぱ宝箱のデータも入ってんだけど、これ。私が見てるところね。やっぱ大したアイテムねえわ。ガラム君なんでこんな、なんでこんなケチったん最後にって言いたくなるぐらい、あんまり大したアイテムねえんだけど。アンプルが最高みたいな感じ。ガラムくん、ガラムくんあんなによくしてくれたのに、あんなに聖なる盾とか用意してくれてたのに。で、ここ登ったら戻れるっぽい。じゃあそこまで探索頑張らんでいいかも、ここ。回復ポイント欲しいな。全パートみたいにさ、地下要塞みたいに。要塞みたいに回復ポイントがあるんだったら探索の価値はあるけど、そうでもないだったらもういいじゃないのかなって思う。経験しっかりいけ。あ、でもリムちゃんレベル上がった。じゃあバン君もうちょっと上がるね。あ、戻ってきた。じゃあもう一周行こう。多分あのルートで合ってるっぽい。ワープで飛ばされるっていうことはそういうことやと思う。ごめんね、ごめんね。ガラムくんごめんね。頑張ったんかもしれんけどさ、私たちは強えんだ。回復しなくてもおめえたちの敵がさ、経験値くれて回復させてくれるんだよ。だいぶ強いよ、もうみんな。普通にさ。なんぼよ、あ、マップじゃない。マップじゃない。レベルなんぼいもん、みんな。33と34と36ぐらいか、お前ら。34か。あ、34固定だね。ありがてえよ。いや、だって強いよ。普通にもう。本当に強いのよ、この子たち。いやー、でもね、ラスボスがもう強い可能性が高い。ラスボスが強いのはもう前作で分かってるから。そこでね、ラスボスの行動パターンが分からんのがね、きついよね。まあもう MP はもう全部回復に振ればいいと思うから、バイカーとノーラム以外は。
バイパーもなんか切れてる感じはなかったよね。で、俺さっきは、まっすぐ行って、真ん中行ったね。真ん中行ったから、左に行ってみよう。多分、そういう感じだと思う。思うね。思うだけ。違うかもしれんけど。ゆうくん結構ダメージ受けちゃってんな。いやでも、ここのセイバーは強え。セイバーめちゃめちゃ強え。ナイス、センキュー。あ、やっぱそういう感じっぽい。ああ、そういう感じっぽい。ザルトラムだって、ジャパン。ゆうくん、ゆうくん持っといて。ゆうくん確か装備してなかったはず。こういうのはだいたい、真ん中行ったら飛ばされる可能性が高い。真ん中突っ切っていけばいいんだろうっていう考えがあるから、私みたいなタイプは。勢いが余ってっていうパターンやと思うから。だから宝箱取りたいから。取りたいからっていうか、取らせていただきたいわ。あんだけ近くにあるんだったら。まあ、繋ぐときは勝てるね。そんなに強くないや、本当に。え？あ、いける。サリーム、今サリームはもういいんじゃないかな。あ、抜けた、抜けちゃった、ごめん。バラムだな、あれ多分。道具で、回復して、魔法で、メディテーションを全員にメディテーションしてもらって、ゆうくん、ゆうくんがメディテーション全員にしてもらって、道具でさやちゃんがアンプル、無限アンプルのうちの1本をゆうくんに使う。え、取れる。おい、ガラムてめえよ。ガラムやりやがった、あいつ。あいつやりやがった。あいつやりました。あいつやりました。あいつやりました。ガラム置いてみよう。ガラムてめえ、やりやがったな。この恨み晴らさずに送りっか。ガラム、貴様、貴様。許せん。許せんぞ、あいつ。あいつ。もう許さん。もう怒ったぞ。もう怒った。怒った子だよ、もうこんなの。なめんな、もうてめえのルートは見切ったわ。もう突っ込めばいいんだろ、あいつに。はぁ？やってくれたな、あいつ。まさかあんなところにワープイカが設置されてるとか誰が思うねん。もう抜けたら一安心するだろ、普通。そう、誰がよ。なんだ、まんまとハマったわ。じゃ、絶対反対側もあるやろ。反対側もワープ床だろ、あれ。もう無駄なアイテム消費したよ。もうやだ。せっかく回復したアンプルの無駄。アンプルが無駄。もうアンプルがもったいない。命がもったいないよりアンプルがもったいない。もう絶対許さねえから、マジ。ガラムめ、許さねえわ。柵にはまったわ。柵にはまった。あいつの術中に簡単にいともたやすくはまってしまったわ。もう許せねえ。本当に許せねえ。許せねえよ。許せねえよ。許せてたまるか、こんな野郎。ゆくレベル上がった、サイちゃんレベル上がった。Thank you。いいんか、お前。そんなことさせるためにうちらのレベルがガンガン跳ね上がっていくんやぞ。わかってんな、ガラム。わかってんだろうな、ガラムよ。知ってるか、ガラム。おめえがうちらをね、鍛えれば鍛えるほど、おめえはどんどん苦しくなるんだぞ、戦いが。知っているのか、知っているのか、と聞いている。知っているのか、と聞いているよ、ガラム。まったくよ、ここに私が帰ってきた。私が帰ってきた、そう、私は帰ってきた。マジでよ。あの子みんなレベル上がってくれ、もう直前で。そうすればアンプルが無駄にならんかったことになるんや。アンプルはなかったことになるんや。持ってなかったっていう風に考えたらいけるんや。まったくよ。
やってくれたわ、あいつ。もう絶対許さねえからな、ガラム。あいつだけは絶対許さねえ。バグレブラーと先駆。もうちょっと後でもよかったけど。もうちょい後でもレベル上がってくれてよかったんやけど。ガラムよ。ガラムさんよ。ガラムさんよ。舐め上がってよ。倒れるデスメール。倒れねえ。ラワン。言うほどダメージ食らってない。デスメール倒しは OK。マジで許せねえ。許せねえよな、みんなも。あんな誰だって取りに行こうと思うよな。あんな誰だって取りに行くわ、この野郎。ちょっと発電所使うとこないから、発電所使おうか。発電所使った今。発電所使ったらしいな。なんだ発電所ってゴミアイテムかもしれません。え、は、あー、探検かかい。探検かかい。初めて逃げたかわからんかったわ。なんでここでエンカウントすんねん。おい、もう、貴様ら、貴様ら、貴様ら、許さん。でもこれぐらいの被弾やったらもう、エンカ突っ込もうか。どうせ200ぐらい食らうやろ、最初で。MP は全員全回復状態やから。いけるね、これでいこう。許さん、ガラム。お前だけは絶対に許さない。お前だけは絶対に、絶対に許さん、ガラム。ムビーか。久しぶりだな、バン。もっともお前にとってはそう長い時間でもないか。何せ20年という時を飛び越えてきたのだからな。ガラム。私はこの20年間、欲しいと思ったものは必ずこの手に入れてきた。バンよ。ラーラの与えてくれた力は素晴らしいぞ。不老不死の命と暗黒魔法の力、この二つがあれば不可能なことなど何一つない。私はこの力を使って全銀河の支配者となるのだ。そんなことはこの僕たちの命に変えてもさせはしない。銀河はそこに生きる全ての人たちのものよ。そうよ、その自由を奪うなんてこと絶対に許せない。ガラム、俺は絶対に貴様を倒す。ラーラのために、そしてこのイデアに住む全ての人々のために。ガラム、行くぜ行くぜ、バン君行くぞ。バンがペンダントを頭上にかざすと、まばゆい光がほとばしり、ガラムの体を包み込んでいく。なんだこの光は。ガラムは不老不死の力を失った。よし、弱体化成功。弱体化なしでも倒してみたいけど。じゃあ入るんかな。ノーラム。ナイスノーラム。で、サイちゃん頼むぜ。バイカー。行くよ、バン君。もうこいつ、私もこいつにムカついてるから行こうみたいな。これ殴ってやるよ。そうだ、いけるな。ティムちゃんごめん、ちょっと回復お願い。ラティション以外なくなったんだって。よく殴って、よく殴った、強いね。あ、サイちゃん強いね。ほらよ、殴れば、みんなで殴れば怖くねえ。みんなで殴れば怖くねえ。一人は回復にして、一人はぶん殴り続ければ。何も怖いものだとな。固定ダメじゃダメよ。サイちゃんも防御力硬いね。バン君で回復すればよかったかな。メディテーション、マーナ。マーナってなった時、マーナ3って忘れちゃったな。サヤちゃんがね、自分で回復できたら一番だったんだけど、あと誰や、行動しないんだが。固定ダメージが出るんかな、そこが痛いでやけど。どうだよ、カラム。固定ダメージとはいえ、なかなかに効くだろう。でも、普通に砂ぐりした方が、砂ぐりした方が強いの、君たち。バイカーの恩恵がないのよ、今。オッケーオッケーオッケー。あ、しまった。バン君で回復するの忘れるね。バン君やとぶん殴るっていうイメージが強すぎてさ。ラティションでサイちゃん回復。で、ユウ君殴って、ユウ君ダメ、それダメ。戦う。バイカーって40以上引くか結構でけえな。
ここで、ランナー3で最初から全回復ほぼ全回復して、また全員がぶん殴れば。そう。そこはまあ、あれやけど。あれも体力ダメだからな。いや、でもこのセオリー通りの戦い方ができているから、バンクで殴っちゃった。バンクで殴っちゃった。よく回復してて、メディテーションでお願いします。天空でーす。打点的に一番高いのはユウくんなんだよね。だからユウくんを回復に回さずに殴る。固定ダメージが困ったなぁ。ほら212ある。バンクで210ぐらいか。でも2ポイントの差ですけどね。まあ、ラナ3の商品MPが少なすぎて、まあ、ラナと封印されるから。よしよしよし、ガラム倒した。まさかソースペンダントでそんな力が隠されていたとはな。ガラムよ、もう観念しろ。お前は死んでしまうぞ。だがな、まだだ。まだなんだよ。見せてやろう、暗黒魔法の本当の恐ろしさを。第2段階来た。うおー、でか。ラスボス。ノーラム。バイカー。ここは変わらない。そこは変えない。んでも150。マジか。あ、でもまあまあまあのダメージですね。ダメージ量的には問題ないですね。ちゃんと受けれてるから、あとはもうみんなで殴る。みんなで殴れば怖くない。ガラム、お前そんな姿になってまで、この世界をこう、シュネダに牛耳りたいっていうのかい？バカなのかお前は。もっと、人の姿もう戻れねえと思うんだけどな、そこまでやると。戻れるんかな？戻れるんだったらワンチャンあるけどさ。世界征服とか考えるかもしれないけどさ、暗黒魔法でそこまで落ちてしまったらもう元気な男としか踏むよ。人の身を捨ててまででもやりたいと思うことなのかい、それは。何も、もう我々は何も怖くない。なぜなら仲間がいるからだ。ガラムよ、お前は世界を征服することばかりに囚われていて、誰も仲間、ガラム寄り添ってくれるような仲間がいなかっただろう。あいにくいパンにはそれ、ワンにはな、たくさんの仲間がいるんだよ。お姉との違いはそれだ。ララを返せ、ララを返してくれるから。ぶん殴ってやるよ。固定ダメージよろしゅうない。固定ダメージよろしゅうないな。ラティションで回復。いや、強い、このメンバー。このメンバー、異様な強さを持ってるな。サヤちゃんが食らうけど、サヤちゃんは防御力高いから、一番防御力硬いんがサヤちゃんなんだよ。このメンバー。でも300超えのダメージはないから。でも2発剣なんだよね、常に。そこはあれやけど。固定ダメージやめてほしいな。300超えじゃないから。もうラナ3で行きたいけど、ラナ3使えるのが、ワン君だけなんだよね。サヤちゃんが回復魔法を失ってるんが痛手だな。サヤちゃん。番組は固定ダメージやめて、バイカーの恩恵がないからさ、それ。待ってね、魔法で、ラテーションで書く。これでサエちゃんも落ちないし、誰も落とされない。ちょっとリムちゃんの回復をしてあげたいけど、MP 回復ね、MP 回復してあげたいけど、まだいけるね。まだリムちゃん打てるね。だからリムちゃんが被弾してくれたらちょうどいいんだけどね。今リムちゃんこうサヤちゃんか、サヤちゃんか。どっかでね、まあ一旦もったいない気はするけど攻めれてないから。でも仕切り直しは大事やけん、仕切り直しを考えたらあと一発はラティション打てるから、これリムちゃんをガラムがぶん殴ってくれたら助かる。そしたらあのアンプルが一番なんか、まあ、じゃあ、ラティション、ラストラティションしとこう。この集団怖えだろ、ながらも。だから怖えだろ、一人が対抗し続けるっていう、非常に怖い戦法だけどな。リムちゃん、いいね。ガラム、悪いな。アンプルあるんだよ。ガラム、絶望だろうな、この瞬間。ごめんね、サヤちゃんがあと10本ぐらいアンプル持っていくからさ、まだこの戦法続けれるぜ。ガラム、ガラムどうするよ。
ガラムどうする、ダメージ入ってもすぐイラチションされるぜ。どうするガラム、報復するなら今のうちや。そう、報復するんだったらまだ考えてあげるわ。報復する気ないか、なさそうだな。やってくれるじゃねえかやってくれるじゃねえかガラム、てめえには恨みしかねえんだよ。なんだあの宝箱の前に、真横にさ、マーブイカ作りやがってよこの野郎どうだよガラム、ガラムくん今どんな気持ち、今どんな気持ちだガラム。これが仲間の力だ、これが仲間の力だよガラム。なんでみんな固定ダメージなんだどうしてみんな固定ダメージなんですか。魔法ラティションペク強いね、まだ耐えるか。ちょっと一個アイテム使ってみていい、スーパーボムってダメなんだ。あ、全体ダメージなんだ。しかも下から逆まく雷槌ってかっこいいな。130全体ダメか。なるほどな、雑魚狩りには向いてたんだな。雑魚狩りで使えばよかった。なんか単体超高火力かと思えたけどさ、いや強いこのメンバーこのメンバー強いな、怖えよ。で固定ダメージ、固定ダメージだけがちょっと痛手だね。魔法の裏の3バンというかね、回復に転じちゃう時があるのがもったいないけど、いや全然戦えてる、いや安定して戦えてるさやちゃんはバドムってもう80ぐらい、80でないか試されてる。ガラムいいか、試されてるぞ。お前魔法効果を試されてる。サヤちゃん狙いとは卑怯な。お前ユウくん黙ってへんで、サヤちゃんばっか狙いって。ユウくんの奥さんなんやけどさ、奥さんと結婚してないだろうけど、彼女ないよ。彼女ピないけどさ。女官のよ、女官のなんやけどさ。サヤちゃんあの固定ダメージやめよう、そろそろ。リムちゃんの、リムちゃんの攻撃力戻っちゃったから多分バイカー溶けたら。バイカー一応溶けるんだな。多分溶けたね。今のダメージ秒でよっしゃ行きたい見事だバン。だがな、私を倒したところで第2第3のガルムが出てくるというのかい。ラーラは貴様のところへは帰らぬガラム、ラーラさんが帰らないって一体どういう意味かしら。ラーラ、あれはベガの海賊船だ。あの野郎、くたばってなかったのか。きっと逃げ出す気よ。リム、そいつは私が肩をつけさせてもらいます。ダンディ。バトルシステムさえ使用できれば、あの程度の戦艦敵じゃありませんからね。クラスターカノン。あいつ美味しいとこ全部持っていかんかったてか最初から怖いはい、ということで今回時間的にちょうどいいんでこの辺で終わりたいと思います。次回で最終回ですね、ラーラの元へ行ってエンディングを迎えたいと思います。エンディングまでいけるかな。でも前回は結構エンディングで長かったのだから、まあ行ってみるか、行ってみましょう。次回に回しますね次回に回すっていう意味での行ってみましょうです。ということで次回お会いしましょう。せい、バイバーイ。